わざとらしいとあざといって少し違いますよね。はいはいはい。地元のアナウンサーで、うん、綺麗な女性アナウンサーの方になります、うん、はい、瞬きを大きく時間をかけてするところがわざとらしいけど可愛い仕草に見えるんですよね。うちの妻に言わせるとわざとらしいと言って嫌っていますが、私にとっては反対に魅力的だと思っています。結局はわざとらしい仕草でもこちらの捉え方次第ですよね。まばたきを大きくでゆっくりするのいいの？犬ぶりしてる犬ぶり、泉さん犬ぶりしてる、ね、夜あんまり眠れてないんじゃないですか眠りが浅いお悩みとかありますかってゆっくりがいいんでしょあんまりだからもうまぶたが開かないのかなって思う今の泉さんのやり方。